こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。 Amazon 輸出ビジネスがわかる本、内容のご紹介と、改正点の、触りの説明です。第1章がね、魅力がいっぱいの Amazon 輸出ビジネスという項目なんですけど、この、本が発行された3年と3ヶ月前はね、始めさえすれば、稼げるという状態だったんですけど、今は独学でやるにはですね、効率よく儲かる商品を見つけるのが、ちょっと以前ほど簡単じゃないんでハードル高かったり、あるいはね、購入者からの質問に正しい返事を返すというのがね、何をもって正しいか、何がトラブルなく、相手が納得する返事か、そんなのも、やってみないと分からなかったり、あるいは Amazon の仕組みを理解して正しく使うと、この部分がね、日本の常識、世界の非常識という感じでね、ましてアマゾンの常識は世界の非常識と、ダブルの意味でね、手探りだとちょっと厳しいかなというところがあります。それをね、どういうふうに修正するか、メルマガなんかで、情報は流してきますけど、この3つは、アマゾンを、儲けるためのコツと、いうことで、覚えておいてください。で、本の内容的にはね、リスクが低くて儲けやすいアマゾン輸出のビジネスの魅力と、これ、今現在もリスクが低くて儲けやすいというのは全然変わりないです。やっぱり稼ぎやすいですし、万が一、稼げなかったとしてもダメージは全くない、あるいはね、ほとんどないという状態です。資金はいらないと、やろうと思えば、手軽に始められるというところが一番大きいですね。それから、この本の中ではね、実際に儲かった商品なんかも紹介してます。現在同じ商品を売って儲かるかというとね、これは正直厳しいですけど、ただこういうのがね、儲かる商品なんだなという参考にはね、やっぱすごいになると思います。で、ここはね、実際の商品のね、売れた金額、仕入れ金額、それと写真なんかも載ってるんで、割とページを割いて紹介してます。で、Amazon を使うメリット。やっぱね、Amazon、3年前と比べて、もう全然 Amazon 進化してね、わざわざこのAmazon を使うメリットをね、言うまでもなく今はもう Amazon 一人勝ちみたいな状態です。で、英語が不安な人でも Amazon 輸出ビジネスに取り組める理由と。ね。これね、英語云々よりも翻訳よりもですね、どんな日本語を英語に直すか、なんと返事をするかっていう方が重要になってきてます。ただ、英語スキルはそんな高いことはいらないです。もうコツというかね、こういう方向性で返事するというのが分かれば、特段この部分は、英語はスキル高くなくても大丈夫と。やっぱりね、無理せず、継続するのが成功の鍵です。これ3年前に本買っていただいて、今も続けてる方はですね、もうほとんど、なんていうんですかね、ルーティンワーク、その大した作業をせずに、月1万5千ドル以上売り上げてるという方がね、標準的なモデルです。途中でやめちゃったりね、だらけちゃったりした方はあれですけど、もう、本業で取り組んでる方はね、これ、Amazon取り組めて、出会ってよかったなという感じでね、やっぱり、継続してると、どんどん楽になってって、稼ぎの金額は安定してると。ちょこちょこやって、で、継続せずにほったらかしにしとくと、正直先細りになってきますんで、儲かる商材を、見つけるというのまで含めて、継続すると、やっぱり Amazon 非常に稼ぎやすいなという、商売になってます。で、この、本をね、いきなり買うのあれだとか、迷う方はね、まず、この無料メールマガ、登録してチェックしてみてください。この今言ったね、コツの解説とかね、これだけはしとかなきゃまずいだろうという、情報とかね、メルマガの方で、無料メルマガで流してますんで、情報をチェックしてみてください。今年はね、Amazon、オーストラリアも始まる予定で、始まるとまたね、以前アメリカで、儲かった時よりも、おそらく、儲けやすい状況がやってくると思います。今のうちから、無料メルマガ登録して、Amazon 輸出の情報をチェックしておいてください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。